カササギ殺人事件は2016年に刊行されたイギリスの小説家アンソニー・ホロビッツの推理小説。このミステリーがすごい。週刊文春ミステリーベスト10、本格ミステリーベスト10、ミステリーが読みたい。の各海外部門4巻の達成や2019年本や対象翻訳小説部門第1位など高く評価されている。本作は名探偵。 アティカスピュントがイギリスの片田舎の屋敷で起こった変死事件とそれに続く殺人事件を解き明かすまでを描く上官とアティカスピュントシリーズの作者アラン・コンウェイの新作カササギ殺人事件の失われた結末と作者の自殺に疑惑を抱いた女性編集者が自ら謎を解き明かそうと推理を繰り広げる下巻の二部構成となっている上官の正題は 一話なら悲しみ、二話なら喜び、三話なら娘、四話なら息子、五話なら銀で、六話なら金、七話ならそれは、明かされたことのない秘密というかささぎの数え歌になぞらえて、第一部悲しみ、第二部喜び、第三部娘、第四部息子、第五部銀、第六部金となっており、第七部明かされたことのない秘密が欠落したまま、下巻に入る。作者は、 これまで誰もやったことがないことに挑みたかった。そのため本作は構想が浮かんでから執筆するまでに15年かかったと述べている。また作者はエルキュール・ポアロシリーズを映像化した名探偵ポアロの脚本家として腕を振るってきた経歴がある。その作者による本作はアガサ・クリスティへのオマージュ作品でもある。1955年7月 サマセット州の片田舎にあるパイ屋敷の家政婦メアリ・ブラキストンの葬儀がしめやかに取り行われた。彼女は鍵のかかった屋敷の階段から落ちて死んでいるところを屋敷の庭園管理人であるネビル・ブレントによって発見された。不慮の事故死として処理されたが、その3日前、彼女は息子のロバートとパブの前で口論し、ロバートがお袋なんか ぽっくり死んでくれたらありがたいのになと言い放ったことから、ロバートが彼女を殺したのではないかと、村中で噂されていた。その噂を苦に病んだ、ロバートの婚約者、ジョイサンダーリングは、名探偵、アティカス・ピュントに助けを求めるが、事件でなければアティカスは、自分にできることはない何もないと断る。ところが、数日後、パイ屋敷で、屋敷の主人であるサー・マグナス・パイが、玄関ホールで、 鎧の剣で首をはねられて死んでいるのが発見された。同じ、屋敷内で起きた連続死に、アティカスは偶然ではないと感じ、捜査を始める。最初の死者であるメアリ・ブラキストンは、村中の人々の秘密やゴシップを収集して、日記帳に書き記しており、彼女の死に胸を撫で下ろした者が少なからずいることが、分かった。また、第二の死者である、マグナスパイは、死んだ。 メアリー以外からは誰からも好かれておらず、彼の死によって遺産相続する妻のフランシス、双子であるのに屋敷を追い出された妹のクラリッサ、マグナスに首を言い渡された、庭園管理人のブレント、屋敷と牧師館の間の森を入り払って、住宅地にしようとしていたマグナスに行き通っていた、牧師など、誰もが怪しく思えた。しかし、メアリーの葬儀に密かに訪れてひっそりと立ち去った人物、 かつての夫であるマシュー・ブラキストンから幼くして死んだメアリーの次男のトムが飼っていた犬が何者かに殺されていたことやトムが溺死した経緯を聞いたアティカスは女子研秘書のジェームズ・フレイザーについに真相に到達したことを告げる。アティカス・ピュントシリーズの作者アラン・コンウェイの新作カササギ殺人事件の原稿を読んでいたクローバーリーフ・ブックスの編集者スーザン・ライランドは そこから、先の原稿がないことに困惑する。その後もたらされた、アラン・コンウェイの自殺のニュースと、出版社の社長チャールズ宛てに届いた、アラン時期筆の遺書。アランは、富士の病で医者から死を宣告されていたらしい。カササギ殺人事件の失われた、結末部分の原稿を探し回るスーザンは、やがて、アランの自殺に疑惑を抱くようになる。上官に登場する名探偵。 アティカスピュントは、貴重面相な小柄な男で、第一次世界大戦を生き延びて、ドイツからの難民として、イギリスに渡ってくる前は、ドイツでは、警察官として、イギリスでは、私立探偵として、数えきれないほどの事件で警察に協力してきたという、エルキュール・ポアロを彷彿とさせる設定である。アティカスピュントシリーズの作者、アラン・コンウェイの仕事部屋には、クリスティゼン州が置かれている。 下巻には葬儀を終えてと同盟の賞がある。また、下巻の作家の孫の賞では、アガサ・クリスティの実在の孫、マシュー・プリチャードが登場し、スーザン・ライランドとセブン・ダイアルズというカクテルバーであっている。さらに、作家の孫の賞で、マシュー・プリチャードはスーザンに、コンウェイの本には祖母の本から借りた人名、地名が散りばめられていると語っている。それを聞いたスーザンは、 カササギ殺人事件の中で以下のような例を思い浮かべている。その他、ジェームズ・テイラーがスーザンに、アティカスの女子研秘書のジェームズ・フレイザーの、フレイザーは、テレビドラマ、名探偵ポワロで、ポアロの相棒役を演じた俳優フレイザーから取られた、ものであると明かしている。ありがとうございます。